アレクサンドリア・エスハテもしくはアレクサンドリア・エスカータは、紀元前329年8月に、アレクサンドロス3世が、フェルガナ・盆地の南西端に建設した都市。大王による、マケドニア帝国の中央アジアにおける領土としては、最北に位置する。シルダリア側の南岸に建設されたアレクサンドリア・エスハテは、現代の保全土、もしくはその付近に存在していた。 ローマ人の錯覚イントスクルティウスルフスによれば、アレクサンドリアウルティマには、紀元前30年頃までは、ヘレニズム文化が残っていた。アレクサンドリアエスハテは、フェルガナボンチの南西に位置していた。アレクサンドロス3世が建設して、アレクサンドリアと名付けた都市には、彼の軍隊で戦った末に引退したり傷ついたり、した兵士たちを入植させた。この都市は周囲を、 ソグディアナの諸部族に囲まれ、また最も近いギリシア人の入植地アレクサンドリア・オクシアナがある、バクトリアからも3 0 0トルほど離れていたため、有事に救援を求めるあてがなかった。古代の文献の伝えるところでは、アレクサンドリアエスハテのギリシア人たちはわずか20日間で6キロメートルに及ぶ死壁を築き上げたとされる。彼らは地元の先住民とも幾度も衝突を繰り返した。 この都市は中央アジアのギリシア人勢力の中心地であるバクトリアから 300km 北西の地にあった。紀元前250年以降、アレクサンドリアエスハテの市街はソグディアナに進出してきたグレコバクトリア王国のエウティュデモス一世と密接な関係を築いたと考えられている。中央アジアと月子族の移動アレクサンドリアエスハテから4 0 0トル東方には、 タリム盆地があり、ここには、ホータン、トハラ、ウソン、ゲッシュといった王国軍があった。間を隔てるのは、インド系とゲッシュの諸部族である。ギリシア人の遠征は、東方カシュガルにまで至ったとみられ、古代ローマの歴史家ストラボンによれば、ギリシア人は、その帝国を、セリカやフリニーにまで広げたという。少なくとも、紀元前200年頃から中国と西域の交易。 もしくはその他の形態の接触をしていたとすると、これは最古の歴史的記録と捉えることができる。あるいは中国官房長の歴史記録に確認される偉大なイオニア人と呼ばれた人々の末裔がフェルガナ盆地のギリシア人である可能性もある。紀元前130年前後に国を代表して長県が西域に向かったという記述が事実ならば、当時のこの都市の人々は、 ヨーロッパと中国の都市文明館の最初の交流の主役であり、シルクロードと呼ばれる交易路がすでに紀元前1世紀から開かれていたことが想像される。ローマの歴史閣院とスクルティウスルフスの表したアレキサンドル大王の歴史を見ると、その執筆の時点でもマケドニアの大役兵士の子孫はまだヘレニズム文明の習俗を保っていた。保ン度には、 アレクサンドロス3世が建てた城塞都市の井丘がある。地上に露出した遺跡は古いものでも10世紀頃のものであったが、ソビエト連邦やタジキスタンの発掘により、ヘレニズム中期及びアケメネス長期の遺跡の層が見つかった。この層には、紀元前4世紀頃の城塞の遺構があった。発掘された家庭用品や武器、建材などは、 個人度のソグド歴史博物館に展示されている。またこの地では、膨大な数のヘレニズム機の効果や、陶芸品が発掘されている。イギリスの小説家、トム・ホルトは、作品、アレクサンドル・エイティ・ザ・ワールズ・エンドこの都市を、パリーニと呼び、ユタイッチデスの息子で主役のラディネスの最終目的地に設定した。ジリアン・ブラッド賞の、ホーセス・オブ・ヘブンでは、時代設定は、 紀元前140年頃である。発行年順出版都市順。リビュービィウス ORG2006 年。ありがとうございます。